ないか。さっきから全然進まないじゃないの。まあまあ、要はコータの芝居に間に合えばいいんだからね。パパ、どこかで一休みしていきましょうよ。ああ、そうしようか、まあまあ。ああ、古代にはこんな渋滞なんてなかったろうな。なんだか気味が悪いわ。古代の人ってのは趣味が悪かったんですね。慌てなくてもそのうち空いてくるだろう。今出てったのうちの車じゃないかしら。何を言ってるんだい。私たちがここにいるのにそんなはずないじゃない。それもそうよね。ブルーレイかグリーンレイか、緊急事態だ。こちらブルーレイか、了解。こちらグリーンレイか、直ちに現場に向かう。ここで生き埋めになっちまう。泣くと空気が減るよ。息を潜めて待つんだ。助けはきっと来るよ。でもあんな怪物が外で暴れているのよ。そりゃあ、コータ君大丈夫。怪物は必ず退治されるさ。ほら、そのまま黄金の棺を引きずり出せ。待て。くそ、また出てきやがったか。ガイスター、これ以上の勝手な真似はこの私が許さん。うるせえ。今日こそ邪魔はさせねえ。ふわっ、奴を叩き潰せ。お前らに黄金の棺を奪うんだ。よし、
私はガイスターを追う。わかった。オールアップ頑張るんだ。きっと助けが来るから。ついに宝物を手に入れたぞ。これで大のガイスト様もお喜びになるわ。待てガイスト。エクスカイザー出ろ。やるわ。覚えてるよ、エクスカイザー。出たー。エクスカイザー、やっぱり来てくれたんだね。守られたのです。さあ最後のセリフ、讃えましょう神の恵みを。そして祈りましょう、平和がいつまでも続くように。讃えよう勇者たちよ、その名が末永く伝わるように。あ、そんなセリフないぞ。
ありがとう。平和と人々の命を守り抜いた勇者たちよ。よかったな、コーダ。元がない。秘密にも宇宙人いる？